治都知事小池百合子でございます。本日はここサンリオピューロランドに来ております。なんと今サンリオピューロランドではカレー総選挙が行われているんです。まさにカレーファースト。そして今日はその中間発表が行われます。それではサンリオキャラクターカレー総選挙中間発表でございます。はい、さあ中間発表ということですけども、今の時点での、順位をですね発表していきますよ。皆さんドキドキですね。ねえ、誰が今のところ1位なんでしょうか。それではね、この総選挙によって皆さんが今後このサンリオピューロランドでどういうね、接待を受けるかが決まってきますからね。ドキドキですね。はい。じゃあまずは第9位から5位の発表でございます。じゃじゃーん。はい。じゃーん、こちらでございます。はい、出ました。第9位がこちら、デスメタルレツコの毒づく赤カレー。はい。そして第8位がぐでたまの夏海の思い出カレー。ね、青いカレーですね。はい。そして第7位、おしゃれなマイメロディーのピンクナンカレーでございます。はい、ナンがね耳になってるんですね。はい。そして第6位、あ、キティのチーズインハンバーグカレー、6位にランクインしましたね。よかったよかった、6位ですって。そして第5位、キキララの雲の上でおやすみカレー。はい、ここまでがまず9位から5位の発表でございます。はい、ね、どうですか、やっぱ辛いのがね、いや辛いからかな、レツコのね、ね、キキララがね私入ってるのちょっと嬉しいな、ここにね、あの世代なんですよ私、あの世代がねこの頃に生まれてたんでじゃあ次4位から1位を発表しますよ。ね、あ、ね、まだ名前呼ばれてない方がいますからね。どうですか気持ちは、ドキドキ、いくぞっていう感じですかね。はい、どうメルちゃん、ドキドキしちゃうね。かわいいね、私もこういう時期があったよ。私もこういう時期がありました。はい、それではいきましょう、第4位から1位の発表でございます。じゃじゃん、こちらでございます。はい、第4位、青空でお散歩シナモンのオムレツカレー。おー、シナモンくん第4位でございますね。いや、白いオムレツカレーなんですよねこれね、白いのがすごい不思議なんですけども、ちょっと食べてみたいですね。はい。そして第3位、じゃん、イケメンダニエルのキメカレー。おー、キメカレーですって。キメカレー、どういうカレーなんだろう。さあ、そして第2位がこちら、メルちゃんのもちもち耳のピンクカレー。おー、メルちゃんやりましたね、第2位ですって。おー、おめでとうございます。もちもち耳なのこれね、もちもちしてんの。私もね、ここもちもちしてんの、うん、昔はもっともちもちしてたんだけどね。まあよしとしましょう。はい。そして、第1位がプリンの食いしん坊唐揚げカレーでございます。おー、プリンくん、これ回るね、回る、回るね。お、大丈夫、アグレッシブね、あなたね。いいわよ、いいわよ、素晴らしい、素晴らしい、うん、コングラチュレーションね。はい、いやいや、ということでございますよ。今のところ中間発表はね、1位プリンくんが1位でございますね。これはね、いいですね。でもまだまだね、これ中間発表ですからね。はい、まだこれね、皆さん逆転の可能性はございますね。そうでしょ、これから皆さんの選挙活動によって順位は変わるかもしれませんからね。ちなみにですね、こちらのカレーの販売期間は7月15日からですね、9月の3日までこちらで販売しておりますね。そしてなんとウェブでも投票ができますので、ぜひですね、パソコンをお持ちの方、ホームページの方からですね投票もできますので、ぜひしてみてくださいね。はい、ではちょっと試食をしてみましょうか。はい、
じゃあ、早速試食の方をさせていただきたいと思います。どれから行こうかしら。ねえ、メルちゃん行ってみる。メルちゃんねえ、このピンクの可愛いの、これでも顔をいっちゃうのもったいないですね。でも食べないとね、やっぱりご飯も一緒に。どこから、目からいっちゃう。嘘嘘。じゃあちょっとほっぺたのあたりからね、いただきますか。ごめんなさいね、ほっぺたいっちゃいますね。それピンクのカレーって珍しいですよね。ちょっとどんな味がするんだろう、ピンクのカレー。あー、じゃあちょっといただきます。あー、あ、なんかタイ風カレーというか、思ってたのと違う。美味しい。美味しい美味しい、これ。じゃあ次どれでいこうかな。次はアピールアピールアピール。じゃあ次はちょっとこのぐで玉いってみたいと思います。ちょっとこの青色がね、ゆりこブルーと言いますか、ゆりこグリーンというか、ゆりこブルー。ちょっといただいてみたいと思います。どんな味するんだろうこれ。あ、ここにぐで玉がいるんですね、卵のところにね。ここにぐで玉が。これはあとタコさんウインナーと魚とタコとカニと、まあいっぱいいるわけですね。あ、いりこグリーンな傘でね。はい、じゃあいただきます。カレーです。いや、カレーでした。ちゃんとカレーでした。よかった。辛すぎ、辛、あまり辛くなくて、結構お子様でもいけるんじゃないですかね。続きましてどれいこうかな。アピールが、アピールが、アピールがあります。シナモンくんの、プリンくん、プリンくん、これにしようかな、これにしようかな。でもこれいっちゃおう。レツコの毒づくカレーですね。これちょっといってみましょう。ちょっと気になるんですよ、この怖いのが。はい、いただきます。あら、あら、私に対する抵抗勢力ですか、大丈夫ですか。ねえ、ちょっと。あ、後から来る人と鼻にも来る。でもなんかね、もう一口食べたくなっちゃうのね。なんかちょっとやみつきになっちゃうかも。ちょっともう一口いっちゃう。あ、でも辛いけど、とても唐辛子の美味しい香りがしますね。いただきます。食べた瞬間から辛さがぐわって広がりますけど、でも美味しい。暑い夏こそこれぐらいの辛いカレー食べるのがね、いいんですよ。汗も出てね、はい、ゆりこパワーがみなぎりますから。ということで、ちょっと今いろいろといただきましたけども、大変どれもこれもですね、美味しい、嬉しい、レガシー。はい、そうでございます。どれが1位になってもおかしくないと、そう感じております。サンリオピューロランドのカレー総選挙、皆さん応援してください。カレーファースト。